はいどうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルのハイです。ということで今回なんですけども、コスモセブラムダね、使っていきたいと思います。まあこのデッキなんですけど、マジで強かったですね。体感こいつがマジで環境トップなんじゃないかなっていうぐらい使いやすかったですし、シンプルに本当に強かった。黄金ムーブとしては、ジャスミンからリップルでラムダ回収してラムダビートを刻みながら3ドローをすると。で、7マナ貯まれば、エクスグレートフルライフで、ガイアルカイザーをね、踏み倒せるので、打点が増やせて、ラムダで2点刻んでおければ、基本的にもうゴリ押しで勝てるんですよね。で、まあ、流星ホールから、まあ、流星カイザーだったり、プリンプリンで妨害してもいいですし、カモンピッピーで横展開、3面展開とかもできて、で、トリガーもね、ドンスイアクアサーファーで熱いんで、本当にね、弱点がない、めちゃくちゃ最強のね、デッキになってますんで、ぜひね、皆さん、作ってみてくださいと言いたいところなんですけども、ドンスイがベリーレア、ラムダが SR、流星ホールがビクトリー、で、アクアサーファーもベリー、で、グレートフルライフも SR、X も SR、カモンピッピーも SR とね、非常にお高いデッキになっているんですけども、本当に強いんでね、ぜひね、皆さん作ってみてください。よろしければね、チャンネル登録、高評価、そして、第1回、ユハイのね、公認大会のエントリーが、開始しましたので、ぜひね、概要欄からエントリーよろしくお願いします。ということで、早速試合の方に行きましょう。行くぞ。はい。ってことで、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、リップル、ブロンズ、ボルバルザーク X、カモンピッピー、カモンピッピーでね、始まったカモンピッピーなんですけど、さあ、ブロンズ、あ、ジャスミンとかね、2コストブースが欲しい。あれ、ジャスミン入ってたよな、この時な。入ってたわ。ナイス。音声認識。なんで、ジャスミンからリップルでラムダ回収していこうって感じなんですけど、水マナが欲しいですね。ここで水マナ落ちれば完璧なんです。そう。流星ホールならね。だからこれは完全にいったわ。こんな黄金ムーブ見たことない。でね、これグレートフルライフもね、めちゃくちゃ強いんですよね。さあ行きましょう。リップル入ってるとは。で、コスモラムダも入ってるとは。さあ、ラムダ回収しまして、次ラムダ乗っけて3ドローしながら2点ぶっ放すっていうね。マジでやばすぎる、このデッキは。このデッキマジで一番強いんじゃねえかな。まあ、もう僕ね、今日2本投稿してるんですけど、多分1本目がオーケストラなんですけど、オーケストラもね、まあ、構築がめちゃくちゃね、上振れ構築狙ってるんですが、まあ、あれもね、結構ちゃんとゴリゴリでなんか組めば、脳汁じゃなくて安定重視で組めば全然やれるデッキなんじゃないかなと。ラムダで3ドローしながら2点をね、刻み込んでいきましょう。ラムダかも若手キャロット。顔が若手じゃないんだけどね。もうめちゃくちゃクロートだよ、もう。でも何帯なんだい、これ。金帯じゃん、これ。金帯。若手キャロット。ワイルドベジーズ。さあ、ジオブロンズマジック。そして、行くのは、でもさ、これ次カモンピッピーで盤面3体展開できますからね。ラムダからの、あ、ドラビタ。あ、全然いい。これ、プリンプリンとかで止められたらね、結構めんどくさかったんですけど。さあ、超電磁解放で、これ、リップルっすね。これ、なんで若手キャラって置かなかったかというと、トップがラムダじゃなくて、ラムダがハンドにあるんで、これ、いけるんですよ。若手キャラットからラムダに進化速攻できるんで。で、あと、流星ホールでガイアールで勝ちなんだよ。愛嬌すぎませんか。さあ行きましょう。進化、ギャラクティー、ボルテックスじゃないけど、行ってみました。コスモセブラムダ、ここに権限してくださいとは。こうなったらね、ラムダは止まらないよ。やめられない、止まらない。アッパイブセンカルビー。さあ、2点パンチング。で、ボルバルザーク X からの流星ホールで、X からのガイアルカイザーで打点も追加することができるんで、いやー、何度でも強すぎる。で、これ、ボルバルザーク X からのグレートフルライフで、ガイアルカイザーで打点追加もできると。何でもござるなんです、このデッキ。そう、ハンドがあれば何でもできる。あー、チェケラッチョ、アゲラッチョ、対戦ありがとうございました。はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、カモンピッピー、ブロンズ、カモンピッピー、ジャスミン、コスモセブラムダでね、始まったオープニングハンドは、あ、これもね、めちゃくちゃハンドがいい。もう目からね、鱗だけサコンジが出てくるぐらいハンドがね、めっちゃいいんですけども、さあ、判断が早い。さあ、これは最強だ。ジャスミンリップルで、まあ、ラムダ持ってきて水罠確保してラムダラムダと。なんで3ドローして2点パンチング。これ最強です。ラムダデッキマジで楽しいっすね。ハンドル、あーでもまあ水罠確保できたんで全然いいと。カモンピッピーでめっちゃね横展開もできる。さあかなりよりどりみどりグレンニャー。
さあ、これ鱗滝左近次もびっくりなぐらいに判断が早いですよ、これ。さあ、トップがアクアサーファーで、僕保育士をしてるんですけど、鬼滅の刃全盛期の時に担任してたね、子供たち鬼滅大好きだったんですよ。で、僕アニメまだ鬼滅見たこと、じゃあ鬼滅じゃアニメしか見たことなかったんで、映画見たら単行本全部ね買おうと思ってたんですけど、もうねしっかりとね初日に映画見た子供たちから、もう煉獄さんシェンだよってね朝一でネタバレされまして、心がへし折れてね、まあ、映画見る前にアマゾンでね全巻漫画本を買ったわけなんですけども、何の話ということで、コスモセブラムダ進化ギャラクティポルテックスじゃないけど行ってみました。さあ、これ3ドローしながら行きましょう。超電磁、これマジで強いよな。でまたエクスグレートフルライフもできるし、次またトップで2コストのねドリーミングムーンライフとか、あとは空手チョップニンジンとかね、まあ、引けば、まあ、かなりまたラムダビートをすることができるし、ここカモンピッピーで横展開でもいいと、なんでもござれ。いや、このデッキマジで強くないですか。さあ、流星ホールで、あー、プリンプリンで止められますが、まあ、全然大丈夫っすね、それは。まあ、共に行こうぞと。やっぱね、プリンプリンは汎用性が高いっすね。こいつはほんまに強い。さあ、超電磁解放しませんかね、これは。さあ、トップがグレートフルライフ。やればグレートフルライフ置いて、俺どうするかな。まあ、でもカモンピッピーでこれ3面展開できるのめちゃくちゃ強くない？で、一応煉獄スクラッパーとかで盤面全処理され、全処理はされないけど、カモンピッピー軍団が焼き鳥になるんですけど、ここで逆に煉獄とか打ってもらえるのは実質上の相手パスなんで、で次 X グレートフルライフからガイアルカイザーでリーサルなんで、はい、音声認識煉獄スクラッパーです。ありがとうございます。で、これまあ、またね、フリードローできるように、毎ターン仕込む。あーでも、あーラムダー仕込むか。で、あリップル強いっすね。で、リップルマナバクタン持ってるんで、一旦ね、マナに置いて、さあ行きましょう。ボルバルザーク X の名のもとに。さあ、グレートフルライフがね、入っている理由が、ここで、分かったと思います。ここでガイアルカイザーでリーサルなんですよ。トリガーがなければなんですが、まあ、あったとしても、この牙城を崩すには相当なね、労力を使うと思うんで、相手は。さあ、行きましょう。ガイアルカイザー。さあ、得意分野があってよかったなとは。さあ、超電磁解放して、リソースが切れません。鈍水アクアサーファー、そして若手キャロット。さあ、2点パンチ。で、鈍水2発打ってもいいしね、次。で、また X とか。ここら辺、強い。わあ、これ、ガイアル1点からだったね。ガイアル1点からいけば、勝ってたけど。ちょっと、殴り順ミスりましたが、まあ、アクアサーファーの可能性とかもあったんでね。まあ、一概にプレミとは言えないでしょう。さあ、だが、しかし、この牙城崩せますか。7マナ、実質8マナですが。で、鈍水2発打ってバウンスしながら対戦。さあ、そしたはい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけども、流星ホール流星ホール流星ホール、アクアサーファーアクアサーファーなんですよね。さあ、流星ホールマナに置きまして、さあ、こっから勝てる保険あるんですか。そう、あるんですよ。そう、アクアサーファーならね。さあ、鈍水ですね。あえてキリコかな。さあ、ブロンズで回復したね。だいぶ偉い。ブロンズ流星ホールで流星カイザー出して、マナタップインザゲートして、相手の動きを鈍らせながら、母なる大地はね最強でしたね、このカード。やっぱりね、草薙剛くんがやってくる。で、ワンブーストでエンペラーキリコ、ちゃんとここでエンペラーキリコ落としてくるスタイル、ホンマスコ。さあ、行きましょう。ブロンズアームドライブで、次、まあ、トップ濁ることまあなさそうですけどね。あー、全てが噛み合わないゲーミング、全てが噛み合っていないこの男、どうすればいいんでしょうか。さあ、ボルバルザーク X の名のもとに、さあ、フェアリーホール、さあ、フェアリーライフ、さあ、トップオブザデック、音声認識で濁るが、まあでも流星カイザー出せる、カモンビップ偉いっすね。いや、これもうブーストだね。ブーストで X 流星ホールで畳みかけるしかない。ラムダいなくても勝てるよっていうのを見せつけなければいけないのではないかなと。まあ、次さすがに濁んないと思う。あ、俺喋んない方がいいかな。もう全部音声認識になっちゃうから、これ無言でやったら俺もう、あー、ジャスミンティー。
さあジャスミン置いてさあ行きましょう。ボルバルザーケックス、これグレートフライフとかだったらね強かったんだけどね、逆だったかもしれねえつって。さあ未来へ繋いでいきましょう。でこれボー流星ホールでファイアールカイザーで打点追加で、フォーエバーカイザー意味ないよな。サイキック入ってない、あまあ入ってるだろうけどキリコにはそんなに刺さんないから追加打点でぶん殴っていくしかなさそうだね。でもキリコさ前までトリガーあんまり強くなかったんですけど盆水大地で強くなったんですよね。8マナにしておく理由はそこにはあるかいと、まあ、打点として残しておくっていう算段もありだった気がしなくもなくもないが、トップ若手キャロットをケアしたと思えば全然前世から僕は連載食べ始めたと思えばいいんでね。あ、オッケー、トリガーがないのは強いぞ。行くしかないね、ここ割り切ろう。割り切りの2点、多分鈍水とかね第一とかまああるよな、さすがに。いやーすんごい。でも第一こっちに打つしかないので、さあここあージャスミンだね絶対に。もう何があってもジャスミン蘇生させるよっていう鉄の意志見えましたわ相手から。嫌いじゃないぜ。あ、若手キャロットだったわ。どっちでもいい、もはやどっちでもいい、てか一緒だね、顔が違うだけだわ。人参になったかね、ま、あの豆になったか、種か、種になったかの、あー何を言ってるのかわからない。頭の中もポーカーになってそうなんですけども、さすがに勝ったでしょ。こっからキリコに繋がらないんで対戦。あとショップ、はい、ってことで対戦の方よろしくお願いキャロットということで、さあボルバルザークエックス置きながら若手キャロットサーファー置きブロンズ流星ホールっていうあまりにも輝かしいオープニングハンドですねこれね。さあ相手はジャスミン、ミラーでは ないか、トリーバかな。トリーバめっちゃ強いんでね、ダビミラ入って第一入ったトリーバは昨日使ったんですけど、マジあまりにも強くてね泣いたんで。さあ若手キャロットからのフロートキャロット置きでブロンズ流星ホール、まあ、カモンピッピー横展開でも全然悪くない展開なのがホンマスコスコ丸。さあアクアサーファー丸、さあダイヤモンドクラック、ダイヤモンドクラック、ダイヤモンドクラックね、大事だから2回行ったラムダ強っ、世界で一番強いラムダがそこにはあるね。カモンピッピーあんまり置きたくないけど、まあいいか、次の動きがカモンピッピーじゃないことは確定してるので、そうだよな、カモンピッピー置いてブロンズだよね。で次のターンにラム出してリソース回復しながら、まあ、流星ホールだったり、まあ、X そしてグレートフルライフみたいなムーブができると、まあ、何ら問題はない。てかむしろこのムーブメントが一番強いのではないかなと思っている自分に驚いた。さあトリプルマウス3マナ使ってない、だがしかし実質、いや強いなその2ブースト。さあジャスミン、ジャスミンはもうさすがにここはお役御免なのかなというところで、ここは一旦ジャスミン置きラムダ進化特攻3ドローが一番理にかなってるとは思うんですけども、ジャスミン置いてさ行きましょう。コスモセブラムダ、これマジで強いな、何度でも言う、ラムダは強すぎる、あまりにも汎用性というか使いやすい。でもねデッキが高え、いや全部、ああほらね X カマキリできるでしょ、 X カマキリガイアルカイザーで、またまたリーサルなんですよねこれ。あ、曲げた、おったまげー、発動アクアサーファーでぶっ飛ばすけども、どっちみちリーサルではなくなっちゃったね、リーサルではなくなりましたけど、あまりにも強いっすね X ライフが。あ、バウンスなし、バウンスなし、進化速攻を嫌った感じかな。まあでもハンドにも進化速攻ありますけどね。ここでなんか除去る、ガドホーガンビートみたいな、そんな世紀末みたいな音があったわ。でこれで盤面全処理っすね。何出してくんだろうサイキックは。ドラビタ流星ホール封じたって感じか、偉いね。だからリーサルに変わりはないけども、一応リーサルトリガーがなければだけどね、ありそうだな。でもさすがに
ドラビタが邪魔っすね、めっちゃ。流星ホールガイアールができないので、邪魔なんだけど、一旦ブルバルザーク X。で、グレライで一応リーサルを狙いに行きましょう。なかったら勝ちなんで。いや、この動きが本当に強くない？さあ、グレイトフルラッチャン。さあ、で、これで、ダブルブレイクして。さあ、トリガー上がるかないかだね。頼みます。まあ、あるよね、と。さすがにあるよね、とさ、霊気コルテを強すんぎだね。2,3,4,5 点。ちょっとこれは怖いか。相手もリーサル狙って来られるときついけど、こっちも別にトリガー弱いわけじゃないので、むしろ強いまであるから、トリガーに関して言えば。ガードホ、あ、こっちコルテを埋められたらめちゃくちゃめんどくさいなと思ったけど、これは全然大丈夫だね。多分グレライトンカチしてくるんで、マナめっちゃ増えて、盆水で一応ディアボルスゼータ戻して、これめっちゃ強いね。いや、マジでグレイトフラッシュ強すぎ。あーんで、流星ホール。勝ってない。勝ってない。あーんで、これカモンで、カモンベイビーアメリカ。で、ディアボルスゼータバウンスして、流星ホールを打つかどうか。カモンピッピーの3面展開がめっちゃ強そうですけども、対戦。アドショット。